ギャッ、よし、ラテ、ペリカン、ギニューフォース、ギニューフォース新メンバーオーディション開催。オーディション応募条件を発表させていただきたいと思います。気になる条件、年齢、性別、国籍問わず、おお、かっこ面接など参加できる方、現実的に活動に参加できそうな方、うん、っていうことになりますけどね、うんうんうん、おたげが今できなくても大丈夫でございます。はっきり言って僕らが教えるんで大丈夫です、うん、マジでマジで大丈夫です、うん、メンバー視点で、ビビッと来た人がいれば、ね、うん、可能性は大いにあるということです。ウェルカムということなんですけども、はい、ここからは細かい話が、はい、一次審査7月31日から書類選考が開始されます。はい、動画のね概要欄にエントリーフォームがございますので、そちらを記入して送信していただければ大丈夫です。そして、一次選考の締め切りがですね8月15日までとなっております。まあ、こちらできるだけ早くでね、皆さんお願いいたします。続いてですね、もうここも決まっております。8月、これは多分まあ、変更出ましたらまたアナウンスをいたします。8月28日都内で、二次選考、こちら面接実技試験などございます、うん、一次試験を通過された方には、こちらからねメールなどを送りますので、そちらに詳細ありますので、そちらをご覧ください。でここから先はですが、一応日程決まってるんですが後ほど発表になります。ほうほう、3次選考、4次選考、最終5次選考、最終5次選考までございます。10月中旬ぐらいまで続くオーディションとなると、結構ガチガチのガチガチオーディション、かなり大規模になります、うん、そしてですね動画が回ります。2次試験以降は、おお、うん、楽しみ。なので動画に撮られても大丈夫っていう人も応募条件に加えますけど、それはもう当たり前ですよね、うん、確かに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 。っていうところですかね、大体。とりあえず一次選考がもうすぐスタートしますので、こちらね皆さんぜひご応募お願いしますってことですかね。ワクワクだ。ちょっと何か今後入るであろう皆さんに向けて、皆さん一言ずつお願いしてもよろしいですか。いや俺はもう単純に楽しみです。どういう人が来てくれるのか楽しみで仕方ないんですけど、仲良く仲良くしてくれる人がいいです。仲良くされてねえみたいな嫌な意味とか変な意味とかじゃなく、本当に誰でもいいです、うん、というのは本当におたげが今上手な人とかじゃなくてもいいです、うん、現状おたげをやってるけど Twitter とか YouTube にさ動画出してない方たくさんいるし、うん、そういう人でもチャンスだと思う。うん、もう本当おたげの技術とか抜きでもうやる気めっちゃあります。でもおたげ始めたの一昨日ですとかでも全然僕たちがね教えます。はい、まあそうですね。だから極論言ってしまうと、おたげが今一番うまいが最重要項目っていうわけでは全くないってことですね、うん、本人のモチベーションとあと環境が良ければマジでえぐいスピードで伸びるんで、うん、技術は。だからまあそういう人がまあ応募してほしいっていうのはまああったりはしますけどね。やってみたいっていうことですよね。だから要は、うん、そこが一番大事なんだと僕らは伝えたいですかね。なので、ぜひ皆さんご応募お待ちしております。待ってます。以上ギニューフォースでした。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。